も皆さんこんにちは、ガンダスです。今日の動画は久しぶりに ASMR が、リスナーのお前らがそろそろ ASMR しないんですかとかめちゃくちゃほざいてきます。正直言ってクソだるいです。ありがとう、みんな、リクエストくれて。早速ですが、今日やることを紹介したいと思います。俺といえば、ガブリチューなので、今日は、ガブリチューを一つのガブリチューにしていきたいと思う、ガブリチュー。まずは、グレープのガブリチュー。続いては、メロンソーダガブリチュー。そして、最後に、ピントが合いません。だるーい。それでは、この3つのガブリチューを、1個の黄金玉にしていこうと思います。使っていくのは、こちら、バカみたいな、くっさ。さあ、ばあちゃんの膝の匂いがする。三つになりました。それでは食べていこうと思います。なんか、バカみたいな小学生が、ファミレスのドリンクバー全部混ぜたようなものを作るのと一緒で、くっそまずいです。そして次は、コカ・コーラ。壊れてる。うわぁ、マジ。俺って、どこかぶっ飛んでるから、バカみたいなことしちゃいました。それでは、新しいコップをまた用意しました。いつものコカ・コーラ。それではいただきます。それでは、いつも ASMR ばかりじゃ物足りないと思うので、今回は、この、バカモン、ポケモンカードを開封していこうと思います。正直何が当たりで何が外れかは俺は知りません。ピカチュウ、クラニョロッツ、ラプラス、ニャー、臭い花、マサキ、コイキング、にゃー。それではラスト1パックを開けていこうと思いますが、中身が外れだった場合、このパックは全カットします。それでは開けていきたいと思います。それでは今日の動画を終わりたいと思います。皆さんご視聴